皆さんこんにちは、会津チャンネルのあきくんです。今日は福島県会津若松市にある鶴ヶ城へ来ています。今回も幕末会津偉人伝ということでお送りしたいと思います。先日福岡県で16歳で自刃してしまったという郡長政の動画をお送りしましたが、今回はその郡長政の父親、会津藩家老茅野権兵衛について詳しく説明したいと思います。今では会津若松市の観光名所として有名な会津鶴ヶ城なんですけども、戊辰会津戦争の際、当時はね、砲弾が雨あられのように降り注ぎ、会津藩の人たちは城へ籠城して戦いを続けていたそうです。とても天気が良くてね、ここで激しい戦いがあったなんていうのは、こうしているとね想像もつかないんですけども、150数年前にここで新政府軍そして旧幕府軍との攻防戦、激しい戦闘が行われていました。今回紹介する会津藩家老茅野権兵衛という人は、会津藩の家老としては4番目の席なんですけども、結局ね会津藩の戦争責任を一身に背負ってということになってしまいました。そのあたりのことをね、もう少し詳しくこれからお話ししてみたいと思います。権兵衛は文久3年に家督を継いで会津藩9代藩主松平容保に仕えた。慶応元年に家老に任じられ、それ以降は藩主容保の側近として補佐役を務めた。茅野権兵衛は若くして文芸武芸を治め、一刀流溝口派の達人であった。性格は極めて温和で人望も厚かったそうである。慶応4年、鳥羽伏見の戦い、この戦いから戊辰戦争へ、時代は幕末そして明治へと激動を極めていくこととなります。京都守護職を拝命した会津藩主松平容保公に従って上洛していた茅野権兵衛は、鳥羽伏見の戦いの時京都にいたと言われています。新政府軍が東北に迫ると、会津藩の重臣の多くは各国境に派遣された。茅野権兵衛は日光口を担当することとなる。新政府軍が白川の関を突破すると、いよいよ会津へ向けて進行してきました。茅野権兵衛は大寺にて新政府軍を迎え撃つ準備を整えるも、新政府軍は南方の御成方面を進路としたため、権兵衛は山王峠を通り鶴ヶ城を目指しました。鶴ヶ城が新政府軍に包囲されてからは、高久宿に布陣し城内との連絡や糧食物資補給に努めた。高久宿より南方に涙橋があります。会津藩士の娘中野武子は茅野権兵衛にこう懇願します。私たちを戦に参加させてほしいと。権兵衛は婦女子まで戦に駆り出しては敵に笑われると言って許しませんでした。竹子はお許しいただけないのであればこの場で自刃しますと言いました。
彼女たちは必死に戦い、タケコは弾丸を受けて果てました。その後、田中土佐、神保蔵之介の両家老は自刃、西郷頼母は城を去り、茅野権兵衛は国家老の主席になり、籠城戦を指揮しました。激しい籠城戦の末、慶応4年9月22日午前10時、会津藩は新政府軍に降伏しました。茅野権兵衛は藩主松平容保とともに降伏文書に署名しています。こうして長く激しい会津戦争は終結しました。鶴ヶ城開城後は会津藩第10代藩主信則に伴って滝沢村の妙国寺で謹慎していたが、10月19日新政府軍から容保親子、権兵衛ら重臣たちが共に呼び出され、東京へと向かった。この後、権兵衛は生まれ故郷の会津の地を再び踏むことはありませんでした。容保は飲州藩池田邸に入り、容保親子の除名の代わりに処罰すべき戦争責任者の差し出しを求められたのである。12月、新政府は会津松平家の親戚である飯野藩保科正治に取り調べを命じた。正治は戦争責任者として会津藩家老2名を選び返答した。会津藩家老田中土佐と神保蔵之介である。しかしこの2名は8月23日の新政府軍鶴ヶ城下侵襲の日に甲賀町で切腹していました。もう一人の家老西郷頼母は行方知れず、死者の選出は政府に認められず、家老としては4番目の茅野権兵衛が戦争の首謀者として候補に上がったのです。これを伝えられると権兵衛は、藩に代わって死ぬのは本分である、そう言って会津藩の罪を一身に背負うことを受け入れました。故郷会津への思い、そして主君容保公への忠義心、武士道を貫く本物の侍の姿を見るようである。権兵衛の潔さと決意に感じ入った正治は、翌明治2年正月24日、田中土佐、神保蔵之介に権兵衛の名を加えて軍務局へ提出した。政府は正治に会津藩家老茅野権兵衛の処刑打ち首を命じた。15日に梶原平馬と北原半助が有馬邸を訪れて、容保からの薄意や遺族への手当金をいただいた権兵衛は容保に感謝の意を示した。処刑の日の朝、故郷の父へ手紙を残し、沐浴で体を清めました。浦川東吾に斬首の際、見苦しくないようにと襟元を入念に整えるよう頼みました。浦川は権兵衛の髪を取りながら櫛に涙を落としたそうです。松平信則より青い紋のついた衣服を一式受けたまわったが、紋服を汚すのは恐れ多いと着用しなかったそうです。権兵衛の茶飲み仲間の伊深卓右衛門が茶を転ずる。一刀流溝口派の免許改伝を得ている権兵衛は、流儀を途絶えさせてはいけないと長い竹の火箸で卓右衛門に、一刀流溝口派の奥義を伝授したという。松平容保と照姫から手紙を賜った権兵衛は、容保の行為と
合図のため潔く最後を遂げてくれとの誉れある言葉と、照姫の誠ある名は世に残るとの言葉に涙した。介錯人の飯の藩士沢田武次の刀を見るや、名刀貞宗であるとすぐに認めた権兵衛。権兵衛と武次は正有の武家らしい情けに感じ入ったのである。白木三宝と白紙で包んだ扇子が置かれる。これは切腹の作法、扇原と呼ばれる。三宝に乗せた白扇を取るために前かがみになったとき、介錯人が首を切る。これは切腹する形を取らせて武士の体面を保つための切腹の作法である。立ち会い人数名のもと、権兵衛は主君のいる屋敷の方角を拝して命を絶ちました。享年42歳。星名正有は政府からの命令による罪人としての処刑を行わず、武芸に秀でた飯の藩士沢田武次の解釈と名刀貞宗で切腹の作法通りに扇原という作法を用いて処刑を行い、政府の罪人としての処刑と権兵衛に対しては会津武士としての面目を両方に全うさせました。遺体は丁寧な扱いを受けた後、権兵衛の意思に従い東京都港区高禅寺へ埋葬されました。権兵衛のふるさと会津若松市天寧寺の茅野家墓所にも墓石が建てられています。会津藩家老茅野権兵衛の生涯は、会津藩とともに、そして主君松平容保とともにあったんですね。自分が戦争の責任を背負って切腹すれば、容保親子そして会津藩を救う、最後まで会津藩士としての武士道を全うした茅野権兵衛。深く深く頭が下がる思いです。鶴ヶ城本丸北側に鶴ヶ城を見上げるように茅野国老純設碑が建てられています。会津観光で鶴ヶ城を訪れた際は、ぜひ会津を救った茅野権兵衛に手を合わせていただきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。この動画が面白いなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。